南口西尾木久保駅は東京都杉並区西尾木南3丁目にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は中央線快速電車が JC10、中央、総武線各駅停車が JB03。杉並区及び JR における東京23区最西端の駅。運転系統としては急行線を走る中央線快速電車。 および観光線を走る中央、総武線各駅停車の2系統が停車する。ただし、中央線快速電車は平日ダイヤジのみ停車する。また、中央本線内では特定特殊内制度における東京都区内エリア及び東京支社管内の最西端の駅である。また、東京都区内の JR 駅では中心駅である東京駅から最も遠い、急行線、 観光線それぞれ一面二線の島式ホームを持つ二面四線の高架駅である。緑の窓口設置駅。ホーム屋根町の色は赤色である。高架下に、駅中商業施設のデラ西尾木久保が入居していたが、2017年3月19日をもって閉店。同年6月13日に、デイリーテーブル木の国屋西尾木久保駅店が入居。エスカレーターエレベーター。 滝のおトイレを併設している。2020年度の1日平均乗車人員は33,517人である。両隣の吉祥寺駅、小木久保駅に比べて利用者は少ない。近年の1日平均乗車人員の推移は下表の通り。駅周辺は道が狭く、南口は駅前広場も十分とは言えない広さである。しかし、その競争ぶりが、 西大木久保の独特な街の空気を醸成しているとも言える。アンティークショップや古書店が多い。商店街は駅の北と南に広がるが、北口の方が多種多様な業種の商店街であるのに対し、ほとんどが飲食店の集積である南口は商店街というよりは飲食店街に近い。南口に大きなピンクの像のモニュメントが置かれている。 新宿方面の高架下には、マイロードという商店街がある。すべて関東バスにより運行されている。北口小木40小木久保駅、北口港は、始発1便を除いて乗り場から離れて停車する。また、立教女学院から運行される、大梅街道営業所業は小木40小木久保駅、北口港と同じ場所に停車する。南口出店広報資料、プレスリリースなど一時資料。 ありがとうございます。